ウィリス・リード・ジュニアは、ルイジアナ州、引っ越し出身のバスケットボール選手、バスケットボール指導者。身長206センチ、体重106キロ。ニューヨーク・ニックスで10シーズン、NBA を代表するセンタープレイヤーの一人として、現役時代を過ごした。1996年には、NBA50 周年を記念した、50人の偉大な選手に選ばれた。 グランブリング州立大学卒業後、1964年の NBA ドラフト2巡目全体10位でニューヨークニックスに指名された。最初のシーズンから活躍し、平均19.5得点、14.7リバウンドを上げ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞、オールルーキーチームに選出され、オールスターにも初出場した。2年目に平均15.5得点、 11.6リバウンドと、やや数字を落としたものの、翌1966から67シーズンから1970から71シーズンまで、平均20得点13リバウンド以上を記録し続け、後に、殿堂入りする、ウォルト・フレイジャー、デーブ・ディバッシャーらの加入もあり、チームの成績も年々、向上していった。名称レッド、ホルツマンに率いられたニックスは、 1969から70シーズンにはフランチャイズ最高の60勝まで勝ち星を伸ばしリードは MVP を受賞プレーオフではついに NBA ファイナルに進出したリードは足を痛めていたが怪我を押して出場ウィルト・チェンバレン擁するロサンゼルス・レイカーズとの死闘制止チャンピオンとなったそしてリードはファイナル MVP を受賞したその後リードは 次第に衰えていったが、チームは1972年、1973年にもファイナルに進出し、レイカーズと対戦した。1973年に再び優勝を果たし、リードは再びファイナル MVP を受賞した。そして、翌1973から74シーズン終了後、ニックスの選手のまま引退し、10年の選手生活を終えた。 引退後は、ニックス、クレイトン大学でヘッドコーチを務めた後、ニュージャージーネッツのゼネラルマネージャー、副社長に就任。1987から88シーズン途中から1988から89シーズンまで自ら指揮を取った後、ドラフトでデリック・コールマン、ケニー・アンダーソンらを指名。さらには、名称チャック・デイリーを招聘し、80年代のプレーオフ進出に、 大きな役割を果たした。現在はニューオーリンズ・ホーネッツの副社長を務めている。オール NBA には1967年から5年連続で、オールスターには1965年から1971年まで7年連続で選出された。生涯通算得点は12,183点、リバウンドは84、14本だった。リードの背番号19は、 ニックスの永久欠番になっている。ありがとうございます。